今日昼間しかもゴロになったわ、久々に。なんかいろんな面白い話したけど忘れちったよ。あ、喧嘩したわ、今日ゴロリと。今日ゴロリと喧嘩したわ。ね、俺がデッドバイデイライトやってて、こうやって。一回交代だっつって、あいつが交換しなかったから切れた、俺が。久々に喧嘩したわ、ゴロリと。おめえさーって、ルールマジで守れよ。あいつも引かねえからゲームになると。俺がクソほど煽ってたの。おめえのせいで負けた、みたいな感じで。こっちは切れてたわ、一人で。なんだよ、そうやって。子供みてえな喧嘩するときが。まあ、元気そうだったわ、彼女は。元気そうだったわ。家片付けんの手伝って、つって。手伝ってもらってました。ゴルダン、彼氏いいんじゃねえ、わかんねえよ。な、別にいいじゃねえか。清い交際なんだからさ、俺たちは。好きなんだよ、俺は。な、可愛らしいんだよ。妹みてえなんだよ。あいつおちょくんの一番楽しいんだよ。何、おめえ鼻の頭にニキビできて寝るみてえだな、つったら、クソほど食ってやがった。おめえ鼻頭真っ赤になってんじゃん、つって。そういう、なんかあんだろ、好きな女の子のスカートめくっちゃうみたいな理論。そういうとこあんだよ。今日でもなんか一日機嫌悪かったな、あいつ。俺が、なんか、ゲーム中に煽りまくってたら。で、向きになってもう一回やらしてって言われるの。俺もさ、やりてえモードになってんのにさ、もう一回やらしてって言われると、やだよ、俺に、お前次は俺の番だろ、みたいな。いいじゃん、ジュンちゃんはいつも自分のパソコンでやれるんだからさ、だってわけわかんねえクソ理論を振りかざしてきたから俺もさすがに怒ったわ。てめえじゃあよ、おめえ一回一回ワンプレイ100円払え、俺の電気代やってんだからよ、つって。すげえ喧嘩しまった、ほんとに。おめえ、いや、わかった、じゃその理論で言うんだったら、お前、俺の電気代で、俺のパソコンで俺のマウスやってんだから、一回ワンプレイ100円払え、バカ、つって。電気泥棒がや、って。喧嘩しまったよ。俺の家で俺が好き勝手やってるって言うんだったら、おめえも払えよ、つって。本当に子供みてえな喧嘩を今日ずーっとしてたわ。引きずった、それはしかも。引きずっちまった。ただ、申し訳ねえと思って松屋怒って帰らしたわ。まあよ、俺たちもよ、長いからよ、松屋でも食って仲直りしようぜ、つって。松屋食わしてやったわ。西新宿5丁目の。で、帰り際にさ、でも今日私昼飯マック買ってきてあげたんだから、別に。なんかそれで、また喧嘩だったわ。私は、ご飯食べさせてもらったら必ずごちそうさまって言うのに、純ちゃんは松、マック買って行っても何もお礼も言わねえみたいなこと言われたわ。お前俺の家に上がってんだからよ、諸話代として払えっつって俺は切れてやったけど。そういうなんか意地の張り合いみたいなんだ、男には。ガタガタうるせえ女には。すっきりしたわ、なんか久々に喧嘩して。そういう部分ってさ、気の知れた仲間にしか見せらんねえじゃん。しかも同性相手だとさ、そういう喧嘩ってできねえわけよ。もっとなんか、ちゃんとした喧嘩しかできないじゃん。なんか異性の友達相手ってそういうさ、ほんとくだらねえ喧嘩できるから楽でいいわ。すげえ久々にすっきりした。ボロカスに言って。見下してねえよ。気心知れた仲間だからこそ言える一言ってあるだろうが。気心知れた。だからなんか今日俺、なんか胸がスーッと。そうだよな、対等だからこそだよな。で、ゴロリも俺のことボロカス言うぜ。本当に。ボロカス言うぜ。見た目のこと言ってくるぜ。なんて言われたっけな。とんでもねえこと言われたんだよな。ほうれい線がアーダコーダーみたいなこと言われたんだよな。忘れ知ったよ、もう。俺クソほど、なんか、引くほどポジティブだから。
あ、そうだ、思い出した。あ、なんかね、性格の話になったんだよ。なんか、性格の話になって、ゴロちゃん、俺ってさ、どう、ネガティブかポジティブかみたいな話になって、ゴロちゃんすごいネガティブだから、お前ほんとネガティブだよな、俺って結構ポジティブだろうとか言ってたら、ジュンちゃんはでもね、ポジティブじゃなくて切り替えが、もう恐ろしいほど早いけど、切り替えたことを切り替えて引きずってるって言われた。なんか、嫌なことあるじゃん。嫌なことあったら人間誰しも落ち込むじゃん。でもすぐ切り替えるのね。その切り替えたことをすぐ切り替えて、また落ち込んでるっていうのずっと言われてたわ。良くないところだねって。さすがよく見てるなと思った。俺のこと。まあ、4年間も一緒にいるからな。なんやかんやで。何言ってかかんねえだろ。哲学的なことを今、言ってしまった。U ターンして、戻ってるっつって。バキが毒裏返ったみたいなもんだ。だ説明するのめんどくさくなっちまった。意気揚々と話し始めたはいいものの、まあいいやってなっちゃった。なんかでも久々に喋って面白かったわ。やつと。久々になんか喋ったわ。ゆっくり。お前はいいよなーつって。犬を捨てやがってよつって。離婚したさ、奥さんにさ、子供捨てやがってって言うのと同じぐらいの暴言吐いてた。お前、花と空捨てやがってよって言った。なんてこと言うな、あんたって。お前、ちゃんと慰謝料払えよつって。ほんとすっきりしたわ。大人げねえこと言っちまった。